そういうことでね、今日はここ築地本願寺に来ております。ちなみにね、あそこの店美味しいよ。そこ、あ、寿司屋なんだけど、前あの樽のさ、焼酎もらってきたじゃん、あの亀に入ってるやつ、あれ、そこ、この店。そうなんだ。前ここで待ち合わせしたよね。はい、そういうことでね、今日は家内の接待をね、これからするんですけれども、一人だと寂しいんでね、ちょっと皆さんとお付き合いいただきまして、ここね、築地本願寺、ここは御朱印がないんだよね。ないんだけれども、何かスタンプがあるということで、そのスタンプをね、ゲットしに行きたいと思います。すいません、まだちょっと喘息が治ってなくて、いい天気なんですけれども、今ね、写真を撮らせていただきました。まあこういうね、どうでもいい写真はね、どうでもいい写真はね、最近どうでもいいって言ったら変かな、写真はね、 Facebook に今上げてます。まあそんなこんなで、ちょっとここで御朱印の代わりになんかスタンプがあるみたいなんで、それをね、ゲットしに、行ってみたいと思います。すいません、今日一日お付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。あれ手洗っていかないと。まずは清めて、この呪悪な心をこの水で洗い流して。でね、これすごくない？これ、うん、見て見て、お、こうやって書いてくれるとよくない、うん、外人ちゃん。前どこだっけ、浅草だっけ、これ飲んでたよねあれびっくりして。気合い入れすぎだろ端っこ映ってるしなんかあの、とっても偉い方のお葬式で一回来ただけでさ、中入ったのはそれ以来だから。できるってすごいね。もう20年経たないか、15年ぐらいかな。ここら辺全部黒塗りの車だったね。え、そうまでしてアジサイを撮りたいかっていう。ああ、綺麗ね。え、そこで築地本願寺入れればいいんじゃないの？入れてるよ。入れてんだ。いや、俺も撮る。本当だ、あれ7300円に見えるね7個300円、ぼったくりだ。本当だ。前さ、お寿司のさ、あのローでできたおもちゃ買ってきたじゃん、あれそこの角で買ったの、あの、なんとか商店、藤井商店さん、あれね、ママさんの、あ、なんだっけ、お寿司のさ、そこに入れてさ、食べようとしてたよね。でガリって言ってさ、何これとかって言ってね、懐かしいよね。こういうとこ入ってみる、寿司三昧あるよ、寿司三昧。もう寿司三昧だらけだ ね、あれやろうよ。やだ超やりて、これすげえ。いただき、マンチェスターユナイテッド。いただきます。うん、うん、もうお客さん並んでないね。いい？いいよ。ちょっと生ものがあんまり得意でない俺にとってはどこだって一緒だろうっていう慌ただしくて、すいません。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。気をつけて、ありがとうございます。
この赤酢、美味しかったね。うん、なんかさっぱり、うんうん、さっぱりというかちょっとまろやかな感じのね、うん、あの膝の悪いとこ申し訳ないけど急ごう、うん、やっぱりさ築地はさなんだかんだ言ってこの右側にある市場の厨房が一番美味しいよね。もう予約制ではないんだけど予約しないと入れないよね。よく接待で使うんだけどさ、うん、何度も言うようだけどここを A ライさん通すのがすごく楽しいんだよね。あのゴミがいっぱいある中をさ、うん、SP がついた人がさ一緒に来ると面白いんだよね。怒られるんじゃないそんなところで。であのトイレの前じゃない。あ、そうやったっけ。であのお店の中にもトイレあるんだけどさ、あの便所って書いてあるトイレなのね。トイレはここだけですかとか聞かれちゃうんだよね。いや中にもあるから大丈夫ですよって言うとさ、あみんな安心するんだけど。あー間に合った。ありがとう。次の目的地はねここ浜離宮で、アジサイが点在してるからアジサイのコーナーみたいなのはないんだって、うんうん、ただあの今は勝負が綺麗ですよって言ってた。 あそこか。あそうか、ここ入れないから。あ、ここなんかモミジ素敵ね。見て違うよこれ、キオスクだよ。これ浜店って英語で書いたのかなと思ったら、キオスクって書いてある。すげえな。何個食べようか。はい、そんなこんなでですね、ここ今日は浜離宮に来ております。築地でね、ランチを食べて、浜離宮でね、さっきそこでアジサイを取ってました。でもこう浜離宮っていうのはこうアジサイがこう点在としてるみたいなんで、今の時代は今の季節はねこう勝負だそうです。で、あのうちの家内が膝を壊してましてね、膝が痛いって言ってたんですけれども、ランチを食べてねこの浜離宮に到着したらね、もうなんか歩き回ってね、いろいろこう花を取ってます。元気なもんです。結局何だったんだと、足が痛いのは何だったんだと、そういうことですね。でここがさっきの看板にあったキオスクさん。ここで何か食べる？三色団子。あ？どれ？お抹茶でもあるのかと思った。ね。あそこにお抹茶があったからさ、うん、あお抹茶があるんだと思ったら、お抹茶のお茶碗売ってたんだけど。はい、そういうことでね、かなりの方があそこに入っていって、あのアジサイを取ってました。そしたらね、家内もね、あそこで取りたいということでね、今、アジサイを取りに行きました。すいません、まだ喘息が治らなくて辛いです。今日はね、土曜日、明日はね、バイクに乗れるかなと思ってます。うちの母がね、働いていたコンラッドが、あ、こんな感じで見えますね。元気だった頃はね、よくあのあそこで、仕事の話をうちの次女をね、コンラッドに連れてってもらって、あそこのね、モデルさんをしてました。なんていうのかな、モデルさん、あの着付けのなんか着物のあのなんていうのかな、七五三のモデルさんの役をねしてました。あったよ、アジサイ。ね、ちょっと遠くてね。ちょっと残念だったね。でも写真撮れたからよかった。そう。あやめが撮れてよかったね。ショープ。うんうん。勝負が見に行こうと思ってなかったから。うんうん、でもさ、偉いよね。いつもさ、何なんかもらなんか買ってきた時とかでもさ、
こうやって出かけた時でもさ、もう悪いこと一つ言わないよね。ここが見れてよかったって言ってくれるよね。これオリンピックの、うん、ほんと偉いと思う。すっげえミニオンじゃん。はい、そういうことでね、次の目的地はここ銀座でございます。今日はね土曜日ということもあってね、歩行者天国になってますけれどもね、画面正面観光バスがいっぱいです。こう旗を持ったね、ガイドの皆さんがこういろいろ案内してますけれども、多分ね異国の人たちがいっぱい来られているんじゃないかなと思います。可愛かったねミニオン。メールに入るの？新作が？マジか。でね、あの膝が痛いのをね、この中央通りだったら歩けるんじゃないかって話だったんだよね。ちょっとあんまり銀座では見ないこの歩道に座るという。わかんない。この光景なんだろう。あ、パレード？ない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 。多分な疲れちゃったんだと思う。何これ、無料で占いしますよだって。こんにちは。ねえねえ見て見て、銀座にラオックスができたね。銀座にラオックスだよ。なんか昔ではあまり考えられなかった光景だけどさ、こんなの前からあったっけ。これ観光客よ。すげえ。あのディオールが入ってる見る。あ、昔の松屋。そうそう、松坂屋。あ、松坂屋。マジか。ね、松屋ってなんだっけ。松屋ってあっち40分のここある。ね、あの牛丼屋なんだっけ。あれ松屋。松屋だよね。なんかスーツケース多くね。しかも同じスーツケース多くね。ユニクロは結構ここさ参入早かったよね、銀座ね。こそれは知ってるんだよ。ね、ちょっと待って、ラオックスできたんだけど。え、これあったっけ。え、ちょっと待って、本当に。あるか、よかった。ダイアナとかもあったよね。ダイアナこっちだよ。あれ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 、マジで持ってんの、うん、はい、そういうことでね、どうもポケモンをゲットしているようで。マジか、すげえな。これちょっと写真撮っとかないと。うわ、これ映える。でね、あのうちの家内もポケモンのアプリをまだ入れてるようで、なんかゲットしてます。はい、そういうことでね、今ここ銀座ギャラリーで家内のね、うんこ待ちでございます。すげえなこの曲線。あれがなんかバックミラーなんでしょうね、きっとね。このお尻、まあ、お尻といえばこの GTR のお尻ですよね。舐めたい、舐め回したい。すげえな。このね、家内のトイレ休憩意外と好きです。あの自分の好きなものがあるところにこうあえて連れてくるというね。すげえな。ちょっと乗ってみたい。すげえな。おお、いやこれぶつけそう。前全然見えない。うちの車庫入らないだろう。かっこいいな。天井低っ。
大丈夫？うん。じゃあ行こうか。すごいよな、あれも、あれがミラーになってんだ、カメラが。まあ、今後なんかみんなが好きな艶消しってやつじゃない？みんなが好きな。はい、そういうことでね、次は、高知さんに行きたいと思います。おー、高知さんはね、ぜひあのアウトレットで買わずにですね、直営店でお買い求めになって、直営店からね、この2割引きのチケットをもらって、で直営店の品をね、買った方がいいんじゃないかなと思います。それが来るようになるとね、すいません、喘息がひどくて、それが来るようになりますとね、お誕生日の時にも、お誕生日の時にもね、こう割引券が来ますんで、その方がね、いいんじゃないかなと思いますね。あ、それね、帰りでも結局このさ、2割引きはさ、誰のところに行くんだろう ね。全員じゃないじゃん。全員じゃない、あ、手間に置いてなかったから。どこ？あ、本当だ。マリオうわ、あんないっぱいいる。ちょっとあそこで泊まりたいな、マリオ。いや、今度さ、竹人さんとあれ乗りに行こうっていう話があってさ、乗れるんだよ。もう、ほんとあれ乗りたい。あれって、自分の持ち物あるの？あれ借りてるんだよ。あ、なに？服？あ、もちろんもちろん。あれはレンタル。あ、そうなの？うんうん。あれすげえ楽しいと思うよ、多分。できれば銀座行きたいの。なんでピーチ姫だろう。え、じゃあ俺マリオで、ここであのシャンパン飲まされてさ、あの強気になっちゃうんでね。今日出ないから。今日ないの、うん。ということでね、この中は撮影禁止なんで、そろそろカメラを止めたいと思いますが、いつもね、ここでシャンパンを出してくれるんでね、あの調子に乗って、買ってしまうケースがあります。ということでね、お目当てのバッグがちょっと写真と違ったと、メールで来ていたのと違ったということでね、今出てきました。コーチさん、いつもありがとうございます。またあれだよ、あのお誕生日の時のさ、あの割引が来た時にさ、また考えればいいさ。子供たちにはね、このいつもの、マネキンを買って、大人はね、隣のあのあけぼのさんでお茶菓子を買って、これからね、帰りたいと思います。家内はね、あまりいい、バッグがなかったということでね、急にあの膝が痛くなってしまいましたって、どこかでお茶を飲もうかなと思ってたんですが、このまま帰るということなんで、このままね、地下鉄に乗って帰りたいと思います。それではまた来週、ありがとうございました。今日はね、皆さん、家内の接待に付き合ってくれてすいません、ありがとうございました。大変だった、ちょっと疲れた。まとめてね、